どうも、天才ニートのアオキングです。野菜マックス、女の嘘は許さない匠の顔、ミメロチャンネルのミメロです。コラボ久々すぎる、どうやったらいいか分からない。やばい、 YouTube 赤バンされたから。おめでとうございます。めちゃめちゃ久しぶり。おめでとうございますよ。出すぎたんちゃうそれも。やばいね、ほんとやっちゃったかもしれない。出すぎた。はい、はい、いや、なんで笑ってるんかな。あ、いや、ちょっとちゃんと真面目にやるわっていう。いや、真面目にやってるよ。真面目に、うん、楽しませるのお仕事ですか。いや、ミメロちゃんはええねん。こいつなんで俺やねん。何なんかやったか俺今か、イエーイみたいな。いつものテンションだから。ああ、なんかちょけてんな。いやちゃうの良くないなと思って。じゃあどうしたらよかったよ。いや、普通に真面目に。そんなチャンネルちゃうやろ俺ら。普段はね、そう、それで売ってるわけだから。普段、ええーってやってるよ。ああ今回はですね、はい、ミメロちゃんに来てもらったっていうことは、まあ、エロ系っすね。視聴者、ミメロちゃんが誰かあんま分からんと思うよね。なんか、え、だって彼女オーディションの時、おったやん。そうか、出てたね。出てるやん。出てた。覚えてないから。ちょっと雰囲気変わったよね。変わった？うん。形は良くなって。そう。ハイランビかな。ハイランビ。いや、考えいくやん。ビルの。よくないぞ、それ。怒られんぞ、いろんなところ。すごいな。角度が。自己紹介しといたらいいんじゃない。一応どんなことしてるかとか。どんなことしてるか、うん、そうやな。 YouTube を赤バンされました。はい、まあ、SNS 頑張ってます、はいはい、あとはファンザでライブチャットやったり、ファンティアでまあエッチな動画が。ちょっと待って、オセロ見てるやつ中学生とかのガキしかおらんから。まずいね。ファンザとか言っても多分わからんのよ。わかんないか、うん、そう、思春期 の猿しかおらんから。ちゃんとこういうことをしてどういう配信をしてるかっていうのも、うん、ファンタグレープとか思ってるから。そう、確かに。そう、一緒やと思ってるから、ね、思ってるから思う、うん、ファンザだ。ファンザっていうのはどういうサイトかとかもちゃんと言ってあげた方がいいかもしれない。まあ、ファンザはね、大きな会社ですね、うん、もちろん、どういう感じの、どういう感じの、ちょっとアダルトな、ね、まあ、エッチのビデオみたいな、ね、エッチなビデオを出してるね。おお、お前ら今勃起してやろ。お狭に、おい。いや、もうサムネでも。そのエッチなビデオでね、うん、どういうこと？それを生で見れるっていう。配信か。そう、配信。どういう配信ですか？ TikTok のもう18禁バージョンみたいな。うん、例えば TikTok やっても谷間出しなんかウェイみたいな。ただ谷間出しなんか、まあ、それはまあ、うん、それのね、それでも勃起するぐらいかな、まあ、出ちゃってるみたいな、うん、え、最高じゃないですか。もろ出し、もう上はもろ出し、下も一応もう出てるけど映さないように。そう、下はね、ちょっと法律にのっとって。どうだる？お狭に。あるお狭ににしかやってる、うん、だって俺らお狭にしかおらんから。興味ないな、全然。いや、全然ほんまに。めちゃめちゃ見てる。ツッコミおらんかったの。いたさ。今回はですね、はい、そのミメロちゃんとキスを、しまして、まあ、しまして片方が片方はい、はい、男性がミメロちゃんとキスします、はい、で、片方が閲覧者として見ます、うん、で、その閲覧者がにやけたり、うん、笑ったり勃起したりしたら、うん、即アウト。なるほど。負けという。はい。それ基準ですね。何ですか？タイム。な、1分間だ、はいはいはい、まあキスしよう。まあ俺とみゆるちゃんがやって、うん、でお前が閲覧者としたら、はい、うん、で笑ったりにやけたりしたら、あの審査員のリターが、はい、判定一本を持って。はい。うん、負けた。うん。笑ったり。じゃ、技ありとかもあるっす。技ありちょっとしたね。うん。逆に質問で、うん、ミーメロさんが気持ちよくなってきちゃったらどうします？その場合はもう、その場合はもう、そのまま一本じゃないのね、プライベートで。それ一本じゃない。あ、それ一本、それ一本、うん、気持ちよくなる可能性はある。いや、あるよ、わざわりですか。うん、確かに。なるほどね、うん、いいと思いますよ、それは。突っ込めへんな、俺、うん。エロ系全然やったことないから。いや、そうだね。エセロで初めてじゃん、エロ系って。あ、じゃあうん、確かに。コリブス。おいおい。一番おいおい。オセロが一番再生と。顔関係ないね。顔関係ない。みんな顔でも取れてんねんからな、あれは。そう、ほんまに。だから、まあ、とりあえず、はい、まあ、今回はキス。だから今後、まあ、いろんなやつやっていくかもっていう。そうっすね。俺らもファンザでライブするかもな。あるよ。マニーさん入ってる。今回の企画がにやけた方が、そうだね。リスクでかえ、聞いてなかった、聞いてなかった。緊張しますね。緊張しますね。なんか違うドキドキがある。あ、ほんまに。なんかオセロで初めての緊張感伝わってるわ、うん、
あのすごいよ。AV のさ、冒頭のインタビューシーンが、ね、すごい今。あの大婚約者の。そう、あの下手くそな AV をやってるみたいなね。インタビューいる？インタビューいらんよ。いやいや、最初のやついらんのよ。あれ、いつも飛ばすね。いや、飛ばすな。キース。おい。キース。おい。キース。おい。キース。うわ、楽しいな。かわいい。全然に OK です。はい、終了。はい、一本一本何を見つるの。完全に一本です。今何が分からんねんけど、この動画何これ。後半のね、攻めが良かった、はい、聞いてましたね、まあ、何秒今結構でも分かれたよ。ギリギリです。いや、もうそうだよね、本当にギリギリだから、はい、50何秒かで。いや、ね、いや結構大変だよ。そうなんか、いやこれ結構むずいね。結構長いしね。なんかことわざ攻めとかしようかな、笑わんからことわざ攻めか、ね、なんかしようかなと思ってんけど、うん、ちょっと技がまだ初心者やからね。そうだね、ずっとハンワーが膨らんでたもん、ね、うん、途中のなんかちょくちょくなんか聞こえる音で、俺もめっちゃそうめっちゃ笑ってしまう。そう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 。やっぱ舌入れないと逆にむずい。あー、フレンチキスはあんまやったことないね。あ、そうだね、確かに、うん、俺さ、こいつの後にさ、やらなかった。でもお前サムネでキスしてたの、うん、あ、そうだ、じゃあもう確かにやり合いやん、それは、うん、じゃあ俺とお前がチューしてるの一緒。そうだ、一緒や。そんなことない、そんなことあるやろ。汚い、うるせえ、お前でいいな。じゃあちょっとインタビュー、うん、あ、インタビューありがとうございます。禁欲1ヶ月ということで、うん、今日は出していきたいと思います。お願いします。シルダンユの方はもう抜いてもらう。そうそうそう、すいません、本当ありがとうございます。見切れてるんで。違う、シルさん見切れてるんで。シルさんってやめろ。はい、じゃあ行きますか。はい、高校匠中。ちょっと、もうにゃ危ないよ。自分がするより、なんか、いやでもそっちめっちゃおもろい。見てるの、いや、おもろいやつ、ほんまに面白い。してる方も笑っちゃうね。あ、俺もそうやね。うん、1分長い。結構長い。ブレイキングダウン選手すごいよ。すごいよ。全然ちゃうちゃう。そこで感じる。種類が違うよ。全然1分やけど。いや、ちょっとじゃあやりましょうか。え、あの、確認したかったけど。はいはい。塗りました。いや、もうちょっとだったかな。ああ。耳いった瞬間、あ、やばいってなっちゃった。耳いったん。耳の方の方行ったで笑われちゃったから。そうだね。あ、そこで俺笑ったんか。そう、もうちょっとね。邪魔すんなよって。うん、邪魔すんなよ。邪魔すんなよ。なんで俺怒られてたの。なんで俺男や。そっち側やな。素晴らしい。くーんに。え、待て、違う、種目が変わってる。でもキスは一緒やから。そしたらこういかなあかんだもん。キスは一緒。下の口じゃない。下の口じゃ、上の口に。上の口に。さすがにね、ちょっと間違えた、うん、間違えた、だいぶ間違えてるわ。はい、キース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 。はい、ちょっあと10秒。終了。よし、耐えてました。
ずっとギリギリでした。でもこれさ、思ってる以上に恥ずかしい。びっくりした今。なんか見てる方はだろ。いや俺的にはなんかツイッターミーみたいな感じで。羨ましいって感じ。いや、やってたけど、さっきしたのね、さっきあなたやってたけど、うん、クソーって感じで耐えてたね。でも今回はなんかちょっとたくみさん技術がないですね。こっちに見せるという、うん、いやいや見せないように逆にしてたから。いやもうこっからすごかったよ。ツイッター民がすごかったよ。ツイッター民でも こっちに映らないようにね、なんとかもう頑張りましたね。なんで、いやもうほんま意味わからんわ。意味がわからん。でも結構ねいいですね、やっぱりガンガン言ってましたね、キスという。はい、幸福度ただ、はい、ポイントなしです。そうですよね、はい、だからあの、うん、インスタライブでインスタライブでおまんさせる気俺を。伝説のやっぱ陰部は映しちゃいけないから。確かに、うん、顔だけ顔だけ顔あ、それいいね。なんかあの昔あれなんか3、4年前になんか見てんけど、うん、インスタライブ中に下気づくのかみたいなやつ、はいはいはい、多分めっちゃバズる。それじゃあ次の企画で。えっ、いいっすかそれ。えそれ絶対おもろくない。ちなみにおもろいです。お前今日やれよ。今日 TikTok ライブで、ね、TikTok ライブ。いやそれはおもろい。でもちょこちょこ後頭部ちょっと見えたりして、んここに後ろに。そう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 、こうやって。違う違う、何もないよ。猫がいる。そう、猫がごめんねって。え、おもろそうに聞く。いや、これいいっすね。いや、じゃあもう負けましたね。はい、なんか罰ゲームか。はい、はい、罰ゲーム。え、じゃあもう自分で宣言してください。何をするんですか、インスタライブでも。あじゃあどの媒体でやるかをちょっと。インスタライブで TikTok ライブでいいんちゃう、うん、そうだね。さあ、エヴァになったら結構エグいぞ。うん、え、だからや。え、なんでバレへんや、したよね。確かに、そうそうそう。それオセロのアカウントでいい。あ、いいよいいよ。あ、いいんや。じゃあオセロのアカウントで。バンさんへんやん。そう、バレんかったね。バレへん。そうそうそう。じゃあオセロのアカウントで、TikTok ライブしたいと思います。はい。バレたらあかんからな。それ罰ゲームな、ちなみに。確かに。なんか。お前さ、お前ずるいぞ。お前が言ったの。何してんねん。危ねえ、騙されたねと。え、じゃあ防備でお前がやるよ。じゃあ、それはね。いや、それはなんかちゃうやん。ちょっと恥ずかしいやん。やめろよ。いや、まあ、まあやります、やります。そう、何かしら。でも、いつやるって言ったらバレちゃうやんか。そうだね。このライブは多分これをフェラされてんなって分かるから。匠の通称ライブでいいじゃんね。うん、あの、ブラフ配信を何回か挟まないと。事前に何回かやって、サンドイッチしないと。ここで急にやります。どっかでやるんで、ぜひ見ててください。まあ、どっちかがやるかは、まあ、まだ分からん。そうだね。ちょっと見ててください。多分俺やろ、それ。お願いします。まあ、それがブラフかもしれない。そう。